田コースのお隣、三振の松田と書いた黄色が目に飛び込んでくるお店がありますが、お店ではなく製作所なんでしょうか。お店ですね。あ、すいません、お邪魔します。あのケーブルテレビ OCM といいますけど、この普天間界隈を突撃取材して歩いておりまして、それでちょっと気になったお店に飛び込んでるんですけど、話今聞いても大丈夫ですか。失礼します。 OCM さん。あ、はい、そうです。あ、普天間に配置センターがあるんですけど、私は雲寺から来ました。すいません、よろしくお願いします。あの人形ちょっと最初びっくりしたんですけど、あれはアメリカのヒスっていうグループの、はい、あの完全にアメリカなんですけど、はい、ウチナーの、なんていうの、着物着せて沖縄ってほらアメリカとマンチャーじゃないですか、はい、チャンプルーじゃないですか、はい、だからそういった意味でアメリカでも三振引くよ的な感じで置いてるんですけど、特に意味はなく客寄せバンドです。夜とか結構うち住宅裏なんですけど、あ、なるほど、裏に結構いたら、いやーって聞こえるんですよ。ってか言ったらやっぱりお父さんとかがこっち見たら大丈夫って、あそこまで連れて行ってからすごい泣かせてるのを見て自分はうっしーしーと思って遊び道具の一つじゃないですか。まあ、それが話題になるからね。あ、そうですよね、うん、結構知らない人でも、うん、あそこの変な幽霊がいるところでしょう。話題になってます。なるほど。はい、実際に作ってらっしゃるんですか。こっちの工場で。あ、隣が。そうそうそう。工場なんですね。工場で。ちょっと今はパソコン、ホームページ更新してます。あ、なるほど。すごいなんかアナログとデジタルを両方駆使されてるんです。三振は500年変わりませんけど、パソコンは常に新型に更新しますので、うちは。素晴らしい。三振で松田さんってどのくらい前からありますか。こっちに移ってからは10年なんですけど、創業は53年ですね。へー、お父時代からやってますので。もともとどこにありましたか。もともとこの通りの突き当たりの方に小さい店があったんですけど、ちょっとやっぱりなかなか初めての人は分かりづらいので、あと駐車場もなくて、それでこっちの前に、あ、じゃあ大通りに近いところ、そうそうそう、今これだって目立つから、そうです、とにかく見てもらわんと思って、はい、壁も黄色く塗って、はい、目立ちます、人種物も置いて、そっか、そう目立ったアピール、ね、する手段、はい、電話番号892-4575、三振の松田で検索お願いします。宣伝しとこう。ちょっとされるかな。あ、大丈夫です。言っときます。ありがとうございます。ますお父様の時代から。重量は。三振って値段っていろいろありますよね。うん、そう、初心者はだいたい 2,3 万からで、だいたい上手になってきて、いいのが欲しくなったら10万とか20万とか、うん、黒地で作られてるものとか、あ、竿の、ね、値段というか質が上がってくるんです。そうそうそう、うん、ほとんど竿の値段で決まるんですけどね。竿ってなんか修理が効くものなんですか。うん、もうよっぽども折れたりもう複雑骨折してるのはちょっと直せないことはないですけど、お金がかかっちゃうから、ちょっと本当に代々継いでる三振だったら直される方も多いですけど、ちょっとお金かかるもんだから、その釣り合いでしょうね。手頃な三振にそれだけお金かけてももったいないし。ああ、なるほど、うん、そうです。結構でもいらっしゃいますよ、リストアっていうか、レストアっていうのは、おじいが使ってた三振を直したいとか、
をして使われる方、うん、川とか川の張り方だったり、あと塗りが結構ボロボロだったら直して塗り替えして、うん、全部変えて新品同様になりますから、うん、そうですか。若い方とかも買いに来ますか。若い人増えましたね。前はもうトゥス色楽器だったけど今はもう帰って分からない楽器になって、あそうなんですか、うん、青年会の方とかが結構多いですか。彼も本当に習ってる人の方、そうそう習って研究所通ってる方とか、プロの方も見えますよ。ビギンの方も、あそうなんですか、作らせてもらったり直させてもらったり、あっちに写真あるので撮っていってます。あ本当ですか、分かりました。あの旅通ってから三振凍るよ。分かったかな、うちの口。じゃあありがとうございました。分からんって、網とけ。はい、またじゃあ。またゆっくり遊びに来ます。はい、ありがとうございました。三振の松田さんのお店でした。さっきカメラを回さずにいろいろお話を伺いましたが、地元が一緒でした ね。ミニお菓子の知り合いの話とかでちょっと盛り上がっていましたが、はい、ちょっと仲良いしました。楽しかったです。ありがとうございました。天満高校の校舎が見えています。すぐそこです。アクアショップ大輝、違う、熱帯魚屋さんです。取材して歩いてる OCN と言いますけど、あ、はい、ちょっとお腹入って、あ、どうぞどうぞ、どうぞ、どうもありがとうございます。あ、こんにちは。あ、すいません、お邪魔します。あ、すごい、綺麗、エンゼルフィッシュ、エンゼルちゃん、自分のだけど他に仕事やってるんで、自分が今お店見てるような感じで、もともとこういう熱帯魚とかが好きなんですか。いや、もうおじさんの手伝いで始めた時に、だから今魚も勉強中ですね。今はじゃあ掃除してたとこだったんですか。あ、はい、そうね、高いとこ登ってましたもんね。おじさんが来るまでは自分がちょっとやってます。すごい、最近人気なのがエビですね、チェリーシュリンプ。その温度が上がり下がりでめっちゃ耐えやすいっていう、まあ、耐えにくいんですけど、普通のエビの種類に比べたらここにいる種類のエビはそれがちょっと大丈夫な種類なので、で買いやすいのもあって初心者向きで、だから最近人気ですね。なんですか、チェリーシュリンプとか、チェリーシュリンプとかですか。はい、こことかもすぐ増えていく。あ、ちっちゃいですね。今赤ちゃんってことですか、これ。はい、生まれてます。いっぱいいる。もう3匹だけだったんですけど、今こんなに。すごい。水質が合えばどんどん増えていくんで。ちょっと勝てたら楽しいですね、初心者の方とか。
を売ってくださいみたいなこと言われるんですけど、この子だけは置いてます。手放せないですか。こんなに大きくなっちゃいます。夜6時から空いてて、で10時までで、火曜日が休みですね。今年オープンしたばっかりの、熱帯魚屋さんアクアショップ大輝さんでした。三振の松田、そしてアクアショップ大輝を訪ねて、もっと奥の方に道を歩いています。おお、洋服屋さんもうクローズです。ファムメンズの服ですね。良さそうです。サウンサワダコーヒーお茶、こちらが肉の専門店宮城ミートさんです。行ってみましょう。ケーブルテレビを教えておりまして、はいはい、普天間界隈をちょっと突撃取材して歩いてるんですけども。あ、テレビ見てます。あ、どうもありがとうございます。この間デイコ通り、あ、はいはい、そうです。はいはいはい、その時アグニが、はい、ありがとうございます。ご覧いただいてます。今回はその普天間神宮とか普天間高校とか、はい、普天間という住所の場所をちょっと回ってるんですけど、普天間、宮城ミートさん、はい、私、普天高校だったんですけど、あ、はいはい、私の高校時代からあるんですけど、はいはい、どのくらい前から、うちの主人で2代目なので、50年はやっていると思うんですけど、私たちに引き、私が嫁いできてこっちだから、うちの主人に代わって30何年かぐらい、すごい、37年ぐらいになるかもしれない。うちの2代目になってから37年目ぐらいですね。はいはい、頑張ってらっしゃいますね。お肉の卸をやってます。主にお肉の卸をやってて、ただもうここ人通りが少なくなってるので、氷はもう本当に少なくて、でも卸、じゃあ業者さんというか、そうそうそう、そういう風にやってますよ、ね。ちょっと散らかってますねって。ちょっと突然お邪魔したと。県産の豚肉を扱っているので、こだわりのおばあちゃんたちはもう外国製じゃないということで、こだわりで県産買いに来るのも主にお年寄り。失礼だね、お年寄り。はい、やっぱりね、今の知ってる人はここまでね、来た場所を運んでやりましたね。はい、そうだね、おすすめったらもう県産豚が主に力入れてるんだけれども、
バーベキュー、はい、それもやってます。シーズンとかですけど、はい、バーベキューもやってます。注文したりとかもできるんですか？はい、できます。ぜひバーベキューの注文もください、はい、野菜とかもセットで売るんですか？はい、セットで、牛肉、宣伝していいんですか？あ、どうぞどうぞ。牛肉、ウインナー、焼き鳥、野菜、焼きそば、5品セットで850円からで、あとは相談に応じます。上等牛肉であれば1000円になるとかっていうふうに。あ、1人前が1人前で、はい、なんかね、5品でやりますので、いいですね、どうぞ。あ、いらしてください。いいのを安くていいのに、はい、そうです、はい。